それぞれの物体で運動方程式を立式して辺足し算っていうお決まりの流れでお願いします、はい、ますず力書いていくと質量 M の物体に働く重力 small mg 下が上を押す力まあ垂直抗力やとして N としましょうか本当は次下の物体に働く力やけどこれさ押したら押されとんですよこれなんて関係やったっけ作用反作用ね。 同じ大きさで向きが逆やからこれも N にしてくださいそれから下の物体に働く重力 Mg 上にグーッと押してますからどちらも上向きに加速してるとしましょうでこれ一体として動きますからどちらも加速度の大きさは同じ大きさ AA と置きましょうこれから求める加速度の向きと正の向きは揃えますからやっぱどっちも上向き正ね これで運動方程式作るとまず上の物体に着目すると質量は m 加速度が a 正の向きの力が垂直抗力で重力は正の向きと逆やからマイナスで入るこれが1式下の物体は質量が m で加速度が a 正の向きの力は m。 それ以外は全部正の向きと語訳やからラージ mg はマイナスやし垂直抗力もマイナスですね符号が違う n がそれぞれありますんでこれ辺辺足し算してあげたらこれが消える左辺 m 足すラージ ma イコール f-mg-mg っていう式が得られますこれ全体をひとまとめとした運動方程式ですねでまあこれ計算してあげたら加速度が出てくるよと この目目と3個目を G でくくってあげるそうすると左辺のこれと消えますよねだからここはきれいな形になってます力がなかったら下向きに落ちていくよっていうのがちゃんと表された答えになってますで得られた加速度をより簡単な方に代入して垂直抗力 n を求めます r 一式先に m でくくりましょうで a を代入したら ここのマイナス G とここの G で消えてくれますよねしたがってこれが答えですね次の F なんですけどこれ結論を言うと全く同じ式が作れて全く同じ答えになるんですよイメージはこの下の物体ににょイーンと壁が生えてきてで天井ができてエレベーターみたいな箱になりましたで下から押すんじゃなくて上から引っ張りますお一緒やん 力変えていてきますね中にある物体の質量が small この物体に働く重力さっきと一緒で下向きに mg そして垂直抗力が働いている、まあ、一緒やねで垂直抗力の反作用がエレベーターに働いているでエレベーターには重力が働いてますまあちょっと重心の位置に作用点を書くとややこしいからもうここに書きます large mg で上向きにに F で引っ張っ張てるるかから、それぞれぞ全く同じ力になるの分かります小さい方は mg で垂直抗力 n ででかい方はこれの反作用で重力 mg で上向きの力。ってことでこれも同じように上向きどちらも加速度を仮定して上向きを正として運動方程式を立式したらこれ同じ式が得られます。 なので一社やないかとエッセンスの答えもしています。